はい、こんにちは、116インズです。 MLB ではいろんな媒体が独自にプロスペクトランキング、若手有望株のランキングを作成していて、ここで上位にランクインする選手たちは未来のスター候補として期待されているような選手たちばかりですよね。以前当チャンネルでは2012年のプロスペクトランキングトップ10を振り返ってきましたが、トラウトやハーパーなど今球界の第一線で活躍している選手も多く、やはり若い時からそれだけ期待を受けてきた理由があったんだなと思ったものです。で、最近になって5年前2018年のプロスペクトランキングを見返す機会があったんですが、今思えば5年前のランキングも結構豪華だなと思いましたので、今回は2018年開幕前の MLB.com プロスペクトランキング上位10人の選手たちが今どうなっているのか、当時のスカウティングレポートと比較するような形でご紹介できればなと思います。それでは10位から順に見ていきましょう。第10位はホワイトソックスのマイケル・コペック。クリス・セールとのトレードでホワイトソックスへやってきたコペックはマイナー屈指の剛速球腕として知られ、当時はノア・シンダーガードと比較する声もありましたね。安定して90マイル後半の速球を投げ込みながら、こちらも効果的なスライダーを巧みに操り、マイナーで三振の山を築いてきました。制球面に課題を残しているため、 MLB の先発で活躍する上で素材をもう少し磨く必要はあるものの、エース級のピッチングをメジャーでも見せる日はそう遠くないと思われていました。そんなコペック、少し遠回りはしたものの、ようやくその才能をフルに発揮できそうなところまで来ています。2018年の夏にトミージョン手術を受けた関係で2019年まで全休となってしまうと、2020年もコロナの影響で出場を辞退。丸2年間の欠場を経て2021年にホワイトソックスのブルペンで活躍すると、昨年ついにローテーションでもその素質を示し、25先発で防御率 3.54。 先発に回ってから奪三振が減った点は気になるものの、ローテーションを支える存在としての第一歩をついに踏み出すシーズンとなりました。今季さらなる飛躍にも期待したい選手ですね。第9位はアストロズのフォレスト・ウィットリー。2016年全体17位指名を受けた右腕は、速球、カーブ、スライダー、チェンジアップの4球種全てで空振りを奪え、プロで初めてのフルシーズンとなった2017年はマイナー3回走合計で奪三振率が驚異の 13.9。 高卒でのプロ入りながら一気にダブル A まで昇格する実りのシーズンとなりました。すでにストライクを投げるのには苦労しておらず、コマンドをさらに磨けば将来エースともなり得る素材でしたね。そんなウィットリーの現在ですが、あれから5年経ってまだ MLB 昇格には至っていません。2018年開幕前に禁止薬物使用で50試合の出場停止となると、その後は度重なる怪我にも悩まされ、なかなか思ったような成長曲線を描けず、2018年以降マイナーの公式戦では合計126イニングしか投げられておらず、また昨年はトリプル A で防御率 7.09 とかなり打ち込まれてしまっているあたり、少なくともチームのエースとなるのはかなり難しくなってしまったかもしれません。とはいえ、アストロズもウィットリーを MLB の42枠に残しているあたり、まだ彼を完全に諦めたわけではなく、25歳となった彼が今季メジャーへたどり着く年となるのでしょうか。第8位はパドレスのフェルナンド・タティス・ジュニア。18歳にしてシングル A で20ホーマー20盗塁を達成したダイナミックな選手で、メジャーでも攻撃面で大きなインパクトを残せる選手として期待されていました。スイングやアジャストする力などが素晴らしく、アベレージとパワーの両立ができそうな選手とも言われていましたね。身長191センチとショートにしては体が大きめで、成長次第でコンバートの可能性はありながらも、運動能力の高さや爆発的な肩によってここまでは問題なくショートを守れているのも大きな魅力でした。そんなタティス・ジュニア、期待通りメジャーでも攻撃面でインパクトを残す選手となりましたよね。2019年20歳のシーズンでデビューすると、この年いきなり WRC プラス151とリーグトップレベルの打力を見せ、また2021年までの3年間合計でもホームラン81本、 OPS9 割6分5厘、そして WRC プラス153と怪物級の活躍。ダイナミックすぎるがゆえに怪我は少し多いですが、スーパースターの階段を駆け上がり、パドレスも彼と14年契約を結ぶなど、キャリアは順調そのものでした。ただ昨年は年相応の未熟さが目立ち、バイク事故による骨折で開幕から長期離脱となってしまうと、その後まさかの禁止薬物使用が発覚し全休。彼に対する信頼は地に落ち、また5月の加入によって復帰してもショート以外での出場が増えそうなので、今季は信頼の回復と新しいポジションをマスターするという2つの大きな課題が降ってくるシーズンとなります。第7位はレッズのニック・センゼル。2016年全体2位指名を受けたセンゼルは、コンスタントにハードヒットを量産しながらも三振は多くなく、フォアボールも選べることからアベレージを残せる素養があり、将来的には3割オーバー、首位打者争いにも絡んでいけるのではないかと期待されていました。長打もそれなりに打っていましたね。また足と肩も平均以上であることから、本職のサード以外にもレッズはセンゼルをセカンドやショートで起用するなど、彼の可能性を広げようともしていました。そんな何でもできそうな印象を受けるセンゼルですが、5年経ってメジャーで目立った成果を残せていません。3割打てると言われたバッティングは全く通用しておらず、通算の WRC プラスはわずかに74、
ウィンザーボールプレイスメントもマイナス 1.8 と期待を裏切る結果となってしまっていますね。たびたび怪我で離脱してしまっていることや、また MLB 昇格に際してマイナー時代ほとんどやってこなかったセンターを任せたりと、新しいポジションを覚える負荷が彼の成長に悪影響を及ぼしたのではないかなどがしばしば指摘されるところでありますが、彼の現状はあまりいいとは言えないでしょう。第6位はナショナルズのビクター・ロブレス。2017年20歳にして MLB 昇格を果たし、プレイオフのロースターにも入ったロブレスの大きな魅力は何といっても並外れた身体能力でして、最高評価に近い走力にて、塁上やセンターで広大な守備範囲をカバーできる、スピードでゲームにインパクトを与える選手です。バッティング面でもスイングはコンパクトでパワーも成長途中、選球眼も悪くないことから平均以上の選手となれるポテンシャルを持っていました。走攻守に強みがあることからオールスター常連ともなれるのではないかと言われていたロブレスですが、そんな彼の現在確かに前評判通り身体能力の高さを生かしたセンターの名手で、通算の DRS がプラス32、2019年はセンターのレギュラーとしてウィンザーボールプレイスメント 4.4 と見事な活躍を見せて、チームの世界一にも貢献しましたよね。ただそれ以降バッティングが全く伸びていないと、2020年以降シーズンの WRC プラスが70を上回ったシーズンすらなく、昨年もわずかに64、守備だけでも一定の価値を埋める選手であるものの、もう少し打ってほしいのがナショナルズの本音でしょうか。第5位はヤンキースのグレイバー・トーレス。チャップマンとのトレードで2016年夏にカブスからやってきたトーレスは、フィールド全体をうまく使うバッティングが得意で、アプローチも年々改善傾向、パワーも徐々についてきたことから将来的には首位打者争いをしながら毎年20本くらいは打てるショートとして活躍できるのではないかと期待されていた選手です。当時ヤンキースのショートにはグレゴリウスがいたため、トーレスはマイナーでセカンドやサードの準備もしていましたが、ショートに残ること自体はそんなに問題ないとも考えられていましたね。そんなトーレス、その後メジャーに上がってからはいきなりバッティング面でインパクトを残し、ルーキーイヤーの2018年は主にセカンドを守りながら24ホーマー、2019年は38ホーマーと予想以上のパワーを見せ、2年連続オールスターにも選出。ヤンキース未来のショートたる姿をプレーにて示しましたが、ただショートでの出場機会が増えた2020年、2021年は攻守に振るわず、一体どれが本当のトーレスなのかとチームをやきもきさせたことでしょうが、セカンドメインに戻った昨年は24ホーマー、ウィンザーボールプレイスメント 4.1 と見事に復活を遂げています。ショートとして通用しなかったのは少し予想外でしたが、概ね期待通りの活躍は見せているんじゃないでしょうかね。第4位はホワイトソックスのエロイ・ヒメネス。とにかくバッティング面を高く評価されていたヒメネスは、アベレージとパワーの両立に関しては他の若手有望株の中でも彼と並べる選手は少ない。ボールを飛ばす力やスイングスピード等も圧倒的であったことから、ジャンカルロ・スタントンと比較する声もあった選手ですね。守備では特に価値を埋めるタイプではないものの、打撃一本でスーパースターになれるポテンシャルを秘めていたヒメネス。そんな彼は確かにバッティングに関しては本物で、ルーキーイヤーの2019年122試合でいきなり31ホーマーを放つ見事な活躍ぶりでした。ただこのルーキーイヤーのホームラン数が今のところキャリアハイで、というのもここ2年のヒメネスはかなりの試合怪我で欠場しているんですよね。2021年は開幕前に大胸筋腱断裂で長期離脱となってしまいましたし、昨年もハムストリングを痛めて2ヶ月以上戦線を離れた時期がありました。2年間合計で139試合にしか出場できておらず、フルシーズンでの彼のバッティングというのはまだなかなか発揮できていないと。ただ昨年は84試合ながら WRC プラス144と、健康な時はちゃんとトップクラスのバッティングが見せていますので、今季はこれをフルシーズンで見せてもらいたいところです。さあいよいよトップ3になるわけですが、その前にこの年トップ10には入らなかったものの、トップ100位以内で現在大きなインパクトを残している主な選手たちはこのあたりでしょうか。この年19歳のシーズンにして MLB デビューを果たし、センセーショナルな活躍を見せることになるソトが29位、サイヤング賞にも輝くシースとバーンズは揃って60位台など結構いい選手も多いですよね。そんな彼らを抑えてトップ10に入ってきた選手たちの当時の期待の高さがこれでより伝わるかなと思いますし、これから出てくるトップ3の選手なんていうのはもうスーパースター候補。ではそのトップ3は誰だったのでしょうか。第3位はブルージェイズのウラジミール・ゲレーロ・ジュニア。殿堂入りを果たした名外野手を父に持つゲレーロ・ジュニアは、MLB.com のプロスペクトランキング史上初めて打力で最高評価を受け、父と同様に MLB でスーパースターのバッターになれると期待されていましたね。簡単にボールを飛ばすことができ、スイングスピードやアプローチも優れていることから将来は最低でも30本は打てる選手。前世紀にはオールスター常連、もしかしたら MVP すら狙えるかもしれない、それくらいのタレントがゲレーロ・ジュニアという存在でした。守備面やアスレチックさを失わずに大きくなりすぎない点は今後課題としてありながらも、それが全く気にならないくらいのバッティングの素質を持っている選手でした。
そんなゲレーロジュニアですが、確かにオールスター常連になれそうな雰囲気が出てきましたよね。デビューして2年ほどはやや伸び悩みの感もありましたが、2021年についに大ブレイク。打率3割1分1厘のハイアベレージをマークしながら、MLB 最多タイの48本のホームラン。WRC プラス166の圧巻のパフォーマンスを見せ、MVP 投票でも2位に入ったのは記憶に新しいです。昨年は2021年と比べると見劣りするかもしれませんが、それでも打率2割7分4厘、ホームラン32本、 WRC プラス132なので、悪くてもこのくらいの数字を残せるバッターになってきたのはブルージェイズとしても頼もしい限りでしょう。この調子で MVP を取るシーズンも出てくるでしょうか。第2位はブレイブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア。アクーニャの凄さとしては欠点の少なさにありまして、直前の2017年はハイ A で開幕し、最終的にはトリプル A まで到達しているんですが、3回走合計で打率3割2分5厘、ホームラン21本、アベレージが残せてパワーも成長中。将来40盗塁記録できるくらいの圧倒的なスピードもあれば、それを生かしてセンターを守れるだけの守備範囲、肩も十分に強い5ツールプレイヤー候補であると。まだこの時20歳になったばかりで非常に若い選手でありながらも、すでに MLB で輝く準備は整っており、ポテンシャルは無限大ともされていた選手でしたね。そんなアクーニャ、メジャーに上がってから前評判に違わぬ選手としての完成度の高さをルーキーイヤーから見せつけました。2018年春に MLB 昇格を果たすと、111試合でホームラン26本、 OPS9 割1分7厘、そして WRC プラス142で新人王に輝きますと、2年目の2019年はトータルのバッティングは多少落ちたとはいえ、41本のホームランに37盗塁と30-30を達成。22歳のシーズンよりも若く30-30を達成した選手は MLB 史上他にマイク・トラウトしかいない偉業で、次の時代のスーパースターとしての期待がさらに高まる年ともなりましたね。しかし2021年に守備中のアクシデントで膝前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまうと、昨年復帰後もまだその影響を感じさせるパフォーマンスに終始してしまいました。怪我から2年経って本人曰く状態はかなり良くなってきたようでありますので、今季は完全復活を予感させる年としてもらいたいですね。そして第1位はこの時エンゼルスと契約したばかりの大谷翔平選手。長らく MLB 参加外の選手としては世界最高の才能と注目されてきた大谷選手は、やはり魅力は何といっても投手と野手の二刀流。しかもそのどちらもが高いレベルにある点ですよね。投手としては日本球界史上最速の165キロ、 102.5 マイルを記録しながら、平均でも90マイル後半の速球にスプリット、スライダーもともに効果的な変化球。打者としては少し三振が多く、打者よりも投手としての方がポテンシャルは高いとされながらも、ボールを飛ばす力自体は本物ですし、うまくいけばメジャーでも2割7分30本くらい期待できそうな才能ではあると。平均を優に上回るスピードも兼ね揃えている非常にアスレチックな選手で、あとは MLB への適応、そして二刀流がメジャーの舞台でもどこまで通用するかが注目ポイントだったわけですが、その後についてはもう説明しなくてもいいですよね。トミージョン手術を受けるなど投手としてのキャリアが想定よりもハードルが多かったことを除けば、打者としては早々に MLB に適応し、そして2021年から投打ともに一流選手レベルにステップアップ。2021年は打者として日本人史上最多となるホームラン46本、投手としては防御率 3.18 のオールラウンドな活躍で MVP となると、昨年も打者として34ホーマー、投手としては規定投球回にも乗せて防御率 2.33、 ちょっと現代のプロ野球では信じがたい成績を並べてますよね。MLB.com もランキング1位としているあたり、大谷選手のポテンシャルは評価していたとはいえ、まさか惑星最高の野球選手になるとまでは思っていなかったんじゃないでしょうか。という感じで5年前のプロスペクトランキングトップ10の当時と今を見てきましたが、最後に現在のウィンズオブリプレイスメントにてランキングし直すとこんな感じ。大谷さんがちょっと圧倒的すぎますね。ウィットリーやセンゼルのようにうまくいっていない選手もいれど、とはいえ全体的にはここまではかなり豪華なグループと言える選手たちなのではないのかなと思っています。大谷選手を中心に今回出てきた選手たちには今後もぜひですね、活躍を見せてほしいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。